はい今回は安倍氏の国葬と、ですね東丸教会の噂について、えー、ちょっと調べてお伝えしていこうと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。 インターネットとかで,です、ね、この安倍氏の国葬と遠丸教会がまあ関係あるんじゃないかというった噂とかそういったものがありましてえなんでそういった話がまあ出てくるのかというまあところで、ねえー、まあ,ある程度分かるところはあるんですが、えー、まあどうなのかということをいろいろ調べてこのようなことだったんだろうなということを、まあ、あのリスナー様にお伝えさせていただきたいと思います。ので でもちろん最初に言いますが本当のことっていうのはわからないんですよ隠しているからねしかし限りなく本当のことに近いんだろうなとそういった話を、えー、今回お伝えしていきますので今回もよろしくお願いいたしますまずですねこの、えー、安倍氏の話なんですが安倍氏の、えー、まあ父親に関してですねちょっと気になる情報があるのでそちらから、えー、お伝えしていこうと思います <laughs> この、えー安,倍氏えー、安倍晋三のですね父親、えー、がですね安倍晋太郎っていうこの元外相なんですがこの方にスポンサーがいたんですが、えー、この、えー、安倍晋太郎のスポンサーが、えー、丸日の方だったっていうことが分かっています。名前が吉本ということで丸日の方だったと、えー、いうことなんですがこの方がですねこのように言ったんですよ安倍晋太郎は同胞であると。うん 丸日の方がです、ね、同胞であるということは、つまりは安倍晋太郎は丸日であると、そういったふうに考えられるわけですね。うん、で、別の情報からです、ね、今度は週刊朝日が報道した内容なんですが、安倍晋太郎の家政婦を40年間していたという方が証言したんですが、安倍晋太郎本人がです、ね、自分のことを丸日であると、このようなことを言ったと、そういったことを がが情報があります何をこれ考えているのかっていうと安倍晋三の父親である安倍晋太郎が丸日っていうことは息子である安倍晋三も丸日であるとそういった話になるわけですねでその家政婦の方のま話なんですがちょっと引用いたしますのでこのような情報が分かっております安倍元外相がですね亡くなった後 まあ入管という棺桶をまあ見た時にえ骨格を見ながらえ日本人のものではないとえこの家政婦の方がえ言いました頭からつま先までえまっすぐ横になっていたがえ完全にですねえまあカンマル人の体型だと、うん、カンマル人って分かると思いますが丸のところは国ですねでえ自らもえあの朝の えの人だということを言ったと朝ね朝にえの人だと言ったと。 で自分でこの安倍晋太郎が、ね、この朝の人だということを言ったということで、そうだっていうことなんですよ。でこの2つのことから考えて、ですねスポンサーが丸日、でその丸日のスポンサーが同胞で言ったということから、安倍晋太郎は丸日、このですね安倍晋太郎の家政婦が、ね、家政婦に本人がその朝の人だということを言ったと。 だから、えー、丸日であるとつまり、これは何を考えているのかっていうと、安倍晋太郎が丸日っていうことで、えー、息子の安倍晋三も丸日と、そういった話なんですよ。うんで,えー、で、ほぼこの話が本当だと思うので、僕はそのように理解しております。そして、えーこの 何回かお伝えしたことがあるんですが安倍晋三とです、ね、この東丸協会のこの関係なんですが今度はですね今回あのお伝えさせていただく、えーまあ、情報はですね今までとはちょっと別の、えー、形から入っていくんですが例えば、えー、もう完全にこれっていうのはつな、まあ、がりっていう言い方ではなくあのもう一体化していると取れるんですよ。 とと僕はあの調べていて思ったのでなぜ一体化していると思ったのかとその理由をねここからお伝えしていくんですがまずこういった情報が分かっております。旧東丸教会は悪質な霊感商法として長年にわたって公安警察から重要監視対象とされてきたのですがこれが2006年の第1次安倍政権下で解除されていたとこういったことが分かっております。 日本の中でですねこの数々の、えー、この霊感商法で被害者を出して弁護士も動いている、えーま、世界ではこのカルトと認定されているこの東丸教会がですね、えー、この、うん、公安が重要監視対象としているものが安倍政権下でこれ解除されたということなんですねこれは何を意味しているのかというと、えー、非常に、えー、明らかですが安倍晋三が東丸教会に忖度しているということです。これ、うん まあひどい話ですよさっき言いましたけどあの弁護士が動いてね、えー、この霊感商法で、えーまあ、日本国民が何、えー、て言うんですかね多額の、まあ、お金を取られたり、えー、借金地獄にあったりね自己破産したりとかそういった被害があっている。 そういったことがね、えーまあ、問題になっていて、それを公安警察もマークしていたものを、なんと、えー、安倍政権下で解除されていた。もちろん偶然では、えー、ないですよ。例えばでは、この話だけしたら偶然なんじゃないか、たまたま解除した、こんなものを解除すること自体が、まあ、大きなのこれ疑問が残りますが、まあ、そういうことが、えー、分かっていたと。でその後なんですが、えー、安倍晋三がですね旧東丸協会の、えー、まあ、機関士 世界思想の表紙に複数回出ているということも分かっていますこれは何を意味しているのかというと安倍晋三がえ東丸教会の広告塔になっていたということですね、うん、このことからわかることがあるんですよ安倍晋三と東丸教会というのはズブズブえズブズブにえまあつながりをえ帯びていると、うん、そういうことです ーこの東丸教会は何かっていうと安倍晋三の祖父である岸信介がですね韓国から文鮮明を連れてきて日本で作ったまあそのまああの外国丸日の宗教なんですがそのまあ祖父の岸信介が作った東丸教会に孫である安倍晋三もびったりったりくっついていたっていうことが分かります、うんあのー、いろんなところからいろんなことが考えられ,られるんですよ で今回、えー、のことでですね、えー、こうそのさっきリスナーさんにお伝えしましたが安倍晋三とまあ遠丸協会っていうのは一体化していると考えます政教分離なんていうのは全くのデタラメです一体化してますで、えー、これにですね自民党の議員もびったり、うん、あの政治家もびったりしてるっていうね、うん、どこにもこの政教分離っていう概念がないしこれ言ってるだけなんですよ政治と宗教は分かれるとかって言っている裏側をね見てみるとべったり一体化してるじゃないかってもう意味が分か からね、でです本当にで今回、えー、また別のことが分かったんですけどまさにこれは一体化というかもうなんと表現していいかわからない、えー、もうあの何て言うのかな、うんうん、表現を失うようなことなんですがこういったことがあの分かってるんですね安倍晋三は山口県の家と事務所を東丸協会にもらったという情報が分かっていました。 家と事務所をもらったたんでですすねねだなららぬ関係です、ね、おそらく山口県田臥の話だと思いますがでこの山口県ではですねこの話が有名らしいんですよえ安倍晋三と東丸協会は親しい、えー、ずぶずぶぴ、えー、ったりあのくっついてる一体化してるそういったことを、えー、この山口県の多くの人の間で、まあ、周知されている、まあ、あの認知されているっていうことなんですよ。 ここまでの流れから何がわかるのかっていうと、政教分離なんかではありません。安倍晋三と東丸教会っていうのは、えー、一体化してます。政教一致です全く あの政教分離とか、えー、言ってるだけです。全くのデタラメですこう。おかしいじゃないですか、普通に。皆さんも思うと思うんですが、なんで離れてるね、うん、政治と宗教が離れてるところの人から家とか事務所をもらうんですか。いかに関係が親しいかということを示すんですよ、こういったことがね、うん。それで、えー、こういった情報から考えます。 おそらく、えー、安倍氏の国葬が今、えー、話題になって国民が反対していますが背後に東丸教会、まあ、東丸教会っていうのは KC‐A ていう、ねえー、C‐A のんていうのかな、まあ、日本ではなくアメリカでもなくカンマル国の,、ねえー、そ,のその関与が疑われるということだからこれ何かっていうと、あのーまあ、日本がその間接、えーまあ、支配を受けているってこともあるんですから このトーマル協会っていうのはおそらくこの KC−A の息が変わっているあるいはですね日本のこの創始国である C−A っていうものがええー、まあ日本を ね間接試合してるでおそらくこの安倍氏の国葬の背後にはこの KC−A と C−A がビタッとくっついてるんですよだから日本国民の民意とか日本国民の考えがどこにも反映されないんですよねでこれっていうのが本当にお,おかしい話なんですよであのもちろん岸田とかもてぎっていうのもね、えー、謎でありますけど岸田とかもてぎっていうのも別にもちろん擁護するわけではないですよ後ろからこのあの KC−A とか C−A のこうね押、えー、し進めようとしている、まあ、支持が飛んできて、まあ その通りに言ってるんじゃないかと思うんですよだから例えば国民が反対しても、えー、その日本国民の a、えー、なんかもうね 反対意見など鼻からまあ聞く気がないと日にちとあの場所を決めてね、えー、もうその裏側の意向の通りにやるとだからこれっていうのはあの別に何がどうとかっていうそういう話もありますけどこの、えー、安倍氏の国葬のこのご利押しですよねこれをあの日本国民がもっとあの考えないといけないんですよこん,こんなことをご利押しされていては、ね、どうしようもないわけじゃないですかだってもうデタらめだらけじゃないですか。 あの政教分離っていうのは、政教いあの一体化してるっていうねこともそうだし、でそのあのあ外国であのカルト指定されてるもので、日本国民がですねお金をこう吸い上げられて、借金を背負ってですね自己破産になってる、そういったいわばカルトがですねこのまあその自民党の背後にいて、それがこの日本を、ね、間接支配していることにまあこの気がつくっていうのも失礼ですが、その気がつく必要がある、こういった内容だと思いますので、まあ、ちょっと僕なりに調べて べてまあ、リスナー様の何かしらあのお役に立っていただけるものがあればと思って、えー、お伝えし,してみました。うん。まあ、正教分離って言ってますけど、全くのデタラメですよ。正教一体化だと思いますんで、まあ、おかしい話だなと思うんで、えー、まあ、何かご参考になっていただけるものがあればと思います。最後ままで聞いていててただきまして